さあ勇気を振り絞って帰ってきました。ゴロツキがね横側に移動しました。行きましょう。頑張るぞお前ら。いけるいける。ダメージはさっき十分取れてたんで、あとはもう攻撃を耐えつつスペシャルカードの選択を間違えない。これが大事ですね。行くぞ。はい、それよし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 。ダメージはちゃんと取れてるから。さつきさんだ、こんばんは。お仕事決まったに救急搬送。いけ、よいしょ。よし、ダメージはちゃんと当てれば。当てるのが大事だからな、本当に。魔界の毒域から入ってくる。さっきと同じ展開。避けて。避けない、誰も。いや、誰か避けてほしいな。子供あたりは回避率あるから避けてほしいんですよね。ゴロスケも避けれるっちゃ避けれるんだけど。さっきと同じ展開やだぜ。さあ何してくる。魔界の洗礼、洗礼から入ってくるぞ。避けてくれ。さっきと同じように、あ、無理やったなあ。さっきと同じように避けてくれると思ったんやけどな。ただし3ターン目のモード1つの謎がメタルハンターの弱点。おいおいおい、あんま変わんねえじゃん。あんま変わんねえのか、状況は。ここルビスと見た、じゃあ。ここでルビスしましたら、どっちもダメージが辛いんで、じゃあ、ここでルビスをします。じゃあ僕は。結構ピンチっすね。なんで3ターン目、どっちもじゃあ辛いって言うんだったら、ここを耐えて、ルビスで、強引に。光の玉勝ててたか？ダメージを与えるかどうか分かんないからな。そう、デインを選択しちゃった場合、コドランが。多分倒せなかったんじゃないかな。どつく！柄の悪い攻撃です。ほら！ふん！ほら、マスポーツ決めとんもん、あいつ。雷撃弾が来ました。まあ、ルビスは明日から耐えれるはず、ある程度は。耐えてくれよ。おっしゃ！よくだ！その余計は神か、神か、神が迷いたか。2体が避けてくれた。これはある、あるあるある。かコドランとゴロツキが避けたのはすごい。あとは向こうがイテツクを選択しなければ。これはラッキー。マイクマンヨシコもびっくりですよ。ゴロゴロゴロ、てかイテツクをさ、向こうが撃った場合、勝てなくなるんだよな。攻撃はされてこい。いてつく！いてつくじゃダメなんだよな。そう、いてつくされちゃうと、とどめが撃てないんですよ。だから、攻撃技撃ってくれれば、攻撃技撃ってくれないと、とどめが撃てないっていう。いやー、きついか？5ターン目もこの可能性がある。そうだよな。そうすると結局削り切れずに、あの最終ターンで負けるっていう可能性はあるか。攻撃がすごい。オッケー、お前はいい子だ。ウランちゃんこんばんは。勝てるよこれ。よし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 、よかった。3ターン目の神回避はでかかったは。まあ勝ちだから。3ターン目の神回避はマジで効いた。よし、 2回目の撃破になっちゃったけど勝てましたね。よし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 。まあでも思った以上に順調っすね。いやー、危なかった危なかった。いいよいいよ。一夜で行くか、一夜で行くかい今日。よしよし。さあラスト5の主人公にとどめさせてもらいましょう。いやー、よかったよかった。スキャバトでね、大魔王ゾーマのやつあるじゃないですか。あれはね、もう僕決めてます。開幕の日に3万ぶち込みます。
500円。よし、完璧だ。開幕の日に3万ぶち込めば出るだろう。いや、こっからだよな。ダブルテイル打撃2回行動。何ターン目それ。何ターン目か分かればそのターンに合わせれるんちゃうかな。ゲンマ王デスタムーア。イデツガードは3ターン目に使う可能性があって、バイケータは5ターン目に使う可能性がある。弱点は風灼熱特性。グリーンガムのうちいる？不確定要素すぎん？行きましょう。店長シルビー最後の行きましょうか。まあ、草原山のねモンスターたちです、全員。いや、ガーゴイル使うの久しぶりすぎん？シャープ2あたりしか使ってないでしょ。行きましょう、魔王との対決。 SP は1ターン目に風マウント雷防御の命。あ、防げんだ。じゃあどっちも特技とかどっちも物理パターンか。ありがてえ、行くぜ。いや、灼熱を下げるよりよかったのか、シルビー。でもどっちでも打点は取れるからね。さあ、赤いデスタムアさんと戦いになりました。行きましょう。行け、シルビー、お前の配信パワーを見せてやるぜ。あ、ダメだ。あ、ダメだ。さあ、早いよ。何する？ゲンマケン、ちょ待って、ゲンマケンってコーランのやつじゃないかったっけ。避けて。よっしゃ、誰か避けた。シルビー、シルビー避けたか。いいよいいよ、それはでかい。さあ、サイコロ、お前は6を出すべきだ。一つ目。一つ目だよそれ。バギーマン行きましょう。吹き抜ける。次、大防御いきます。じゃあ情報提供の通り、ここは大防御を使わせていただきましょう。これはでかいよ。で、暗黒だろうね。分かってんすよ、ガーゴイルは暗黒には知ってるよ。光も暗黒も弱いよガーゴは。でも僕はね、使ってあげたい、それだけです。行くぞシルビー。それがなきゃ僕はリーチデンタ使ってるよ。行くぜ。風をまとって、あ、回転。うおうおダメだよなそれ。一つ目の構えたち。もうお前らは何をしてるの君たちは。煉獄の大丈夫これ、物理大丈夫これ、物理、あ、物理だわ、パッと見。うん、そこで嘆きの亡霊。やだよ、嘆きの亡霊も僕使いたくないもん。結構僕こだわるよそのあたりは。てかこれ削り切れんのかな、削り切られるんじゃないの、むしろ。ローガ、はい、会心欲しいね、そろそろ。そしてちょっときついかな。店長でもバギーまでね350取れてるから。吹き抜ける。よしよし、頼むサイコロン、何か出してくれ。参加、よし、カマッチはね打撃に弱いからね。フリーズホーン、大丈夫よお前ら。結構食らってる。いや、これギリギリじゃない、大丈夫、ギリギリか。そもそも削り切れるのかどうかが怪しい。ダブルテイル、あ、あ、待って、それやばいやつ。うわー、待って、ここは避けろ、誰かが避ければいいんだよ。ですよねー、これはサイコロンが悪いな。うん。